どうも今日は水曜日なんで、えー、お酒を飲みたいと思います。えー、まあ、まあ、ハイボールいきましょうか。ハイボールこれですねあハイボールの前にこれを飲もうかな。今日は、ね、あの生ジョッキ缶が買えなくてです、ね、売ってなくてですね。そして、えー、この朝日座リッチ。これ結構ね、これ発泡酒になるんかな発泡酒ですね。発泡酒やけどこれそこそこうまいんですよね。でこれはさ100 もう2三3 0円130円ぐらいかな130円もしないぐらいかなで買えてで結構味いけるやんと思ってこう買いましたでそれからちょっとこうこの朝リ立チを飲むようにしてます、うん、僕はここ缶派じゃなくて一応こうコップについでね飲む派なんですねその方が好きで、うん、では今日は下でねえー、あのー、ウコンウコンは飲んだんでもう いききなりビールいきますああうまいちょっとお腹空いてるんでねちょうどいい感じでこう、えー、ビールがこうお腹に染み当たるようなね感じでこれうまいですねえー、先,先週ぐらいから,から先週先々週ぐらいから、えー、週2回の飲酒に変更してます前は 1>, 1回をちょっと続けたんですけど2回にするようになりましたそのきっかけは、えー、プチ断食なんですねでプチ断食でですねもうしっかりこう言うたら体をこうデトックスさせてですねプチ断食である程度こういい状態してるんでもう週2回ぐらいはお酒をもう飲んでしまおうということでこう週2回はもうチートデーとしてもガンガンお酒飲むようにこうしてますで体調的にはもうこのプチ断食が当たりましてね自分の中でこう 健康力を上げるためのものとしてはかなり当たりやったと思います。で、これで2週連続週4日のプチ断食してますけども、えー、かなりいい状態になってます。うん。まあ、もうちょっと続けてみようと思ってます。なかなかこれはいいですね。うん。脳もさえるしっていうことで。で、週2回ぐらいのお酒の量が一番こう、僕の中ではお酒の量としてはちょうどいいです。例えば週5日ぐらい飲むと結構 こう負担かかると思うんでねえー週2日のこの飲酒っていうのがちょうど自分のこのリフレッシュさせるのにちょうどいいかなとそしてえ脳がねこうまいろいろ勉強したりなんやかんやでこうまあ6日間こう集中してる中でのえ6日目の夜にこうふわーっとねこう酒を飲むことによってこう脳をこう。 リラックスさせてるんかどうかわかんないですけどちょっと緩めるのにちょうどいいかなという感じがしてますねかなりこう自分の健康力としてはすごく上がってる、えー、プチ断食はこう人にはこう進めませんけどねなかなかこう簡単にできないんでねその体を慣らしていかないといけないんで、えー、それをこうしないといけないんでなかなかこう人には勧められませんが僕の感想としてはかなりこういいですねこう体の状態が良くなります そしてビールを飲んで、えー、ハイボールですね。ハイボール、えー。これです。これはティーチャーズのハイボール。はよ、ラフロイグを買いたいんですけど、まだちょっとお金的に厳しいかなというところで。えー、まあ、でも、近々、えー、9月中にラフロイグを買うのが僕の中の目標ですね。ラフロイグのクォーターカスクですね。クォーターカスクをこう買おうと思っています。それでハイボールを飲んだも最高ですね。うん、週2日の1杯だけね。1日1杯だけ、週2日の、えー 2日間の1杯目だけですねがラフロイグのこうハイボールになると思うんですでそれをこう楽しみに飲んでいくと2杯目からはねもうティーチャーズに変えていくとティーチャーズとかデュアーズとかホワイトホースとかねその辺のスコッチに変えていくというところですねこれはこれでねあの冷えてておいしい本当においしいそして今日は日本酒もいきますよ日本酒も でこれまあ安かったんでちょっと買ってこれ別にこれが買いたかったというわけじゃないんですけどちょっと平和度行った時にねえー、なんかあの楽天エディのなんか残,残高の分で買おうと思ってちょっとこれ安かったんでちょっと買ってみましたどんな味がするかちょっとどうでしょうねうん日本酒最近飲んでなかったんでちょっと飲んでいきます 日本酒はこう透き通ってますよね。水のように透き通ってるんですけども。これはどうやろうあっはいはいはい。カ、う、ラ、ん、なるのかなまだまだ僕、日本酒の味を分かってないというところで、ちょっと、どう書いてあるかな生貯蔵,貯,蔵貯,蔵貯,蔵貯蔵酒って書いてますね。 新潟ですね新潟のいちご桜酒造ですね、うん、300ml の,このまあ、これ300円ぐらいやったんちゃうかなと思うんですけども、うん、ああなかなかこれはこれできますね、うん、これはもうすぐ酔っ払いそうな感じ、うん、まあ今週のですね僕のこう 注目しているものとしてはですねやっぱり、えー、これ切り抜きがあるんですけども、えー、秋場所ですね大相撲秋場所のですね、えー、番付が発表されたということでだいたいねある程度はこう,こういう感じになるかなというのはだいたい分かるんですけども、えー、見ててこう面白いですねあーこの辺に来たんやなーっていうのがこう見れるということで、えー、と相撲好きな人しかこういう気持ち分からへんでしょうけどもね。 だいいたそのまあ予想するっていうか、まあここ,こ,こら辺あたりにこうだから前頭4枚目でこう勝ち越してそれも2桁勝ち越したらこの辺まで前頭筆頭ぐらいまで上がるから上がこう負け投資こっち下がるなとかいろいろこうね予想するとある程度はわかるんですけどもですねま、えー、まあ、まあうんまあ注目は豊昇龍ですね、僕の中で、えー、豊昇龍が前頭筆頭ということで前頭筆頭。 えー、豊昇龍、えー、前,が前頭5枚目やったんですけどしっかり勝ち越して、まあ、強い相撲をしてたんでですね、えー、豊昇龍、どこまで上がるかなまた前頭筆頭とで前頭筆頭になってですねここで、えー、しっかり勝ち越したりすると、えー、これはすごいですね相当強い、えー、関取なんじゃないかなというふうにこう僕は思ってます。うん、豊昇龍に関してはそうですね あの注目ですね、えー、前までそんなに僕、注目っていうか、あんまり知らなかったんですけども、えー、先場所ですね、えー、僕が応援している、僕がファンのですね若隆景がいるんですけども、若隆景が小結びになったんですね、で小結びになって、えーと、負け越して、今回、えー、前頭3枚目に落ちてるんですけども、その、えー、若隆景と豊昇龍がこう戦った時にですね、えー、豊昇龍が見事に投げたんですね。でどっちかいうと 下に買ったたような勝ち方をしたんですね豊昇龍は、えー、前頭5枚目で若隆景は小結びやったんですけども勝ち方がですねなんかこう圧倒的な勝ち方をしたんですね豊昇龍がね。でこれを見てですね豊昇龍強いなと思ってちょっと注目してこう見ていたらですねなかなか勝ち気なねこう相撲をしてですねなかなか面白いこう。 あの相撲りやなと思っててました見て、ね、で、えー、一応モンゴル出身ということなんですね。うん、なんかあの僕のイメージとしてはこうあの朝青龍をこうこう思い出させるようなねそういう,こう相撲取りに感じるんですねだからこのままこうちょっと殻はそんなに大きくないですけども、えー、どこまでこう勝ち上がっていくか。で、まあ、三役にはこうなっていくでしょうし。 えー、そのままこうどんどん成長していってですね、えーまあ、大関横綱とこうなっていくのかどうかっていうところですねまだまだ22歳で、えー、この感じなんでね、えー、豊昇龍はすごく注目ですね僕の中で注目の、えー、相撲取りというところです。ほんで、えー、僕のファンである若隆景です、ね、前頭、えー、3枚目まで落ちましたけどもここでね しっかり勝ち越すと。うん。最低8勝7敗、最低8勝7敗はするということと、できたら2桁勝ってほしいですね、僕の中ではね、2桁いくところまで行って、で、まあ、前頭、今3枚目なんで、筆頭ぐらいまで行って、そこからもう一回三役をこう、狙っていくっていう形。で、三役で、ある程度三役でも、こう、勝ち越しがこう安定してきて、関脇に上がってですね、ほんで、大関を狙うっていうところまで、こう。 ま,まずはねそこまでこう言ってほしいなと若隆景に関してはそう思いますね若隆景もまだ若いです26歳、えー、豊昇龍22歳なんでもうかなり若いんですけども若隆景も26歳なんで、えー、まだまだこれからというところなんで、えー、ぜひぜひこう登っていってもらいたいと思ってます、えーまあ、応援しているというところですね。 で僕はまあまあ,あの照ノ富士もねこうインタビューとか聞いててこう明るいねえー、感じがあってすごく好きなんですけども一応こう正代が結構好きなんですよね正代がね。というのは正代がですねなんかねなんかのコメントでこう、えー、こういうね勝負の世界入ってるのにですねなんかこう 弱気なこう感じのコメントをこうしててですねえそれがすごく僕の中で好感を持ってですねそこからこう正代を応援してるようになってるんですけども気づいたら大関になっててえなんとかねえ先場所は勝ち越したというところですね8勝7敗かなえ勝ち越したんでえま,あまあ正代はここからどこまでこう力をつけて次のね一番頂点の横綱を。 どこまで近づけるかというところだと思うんですけどもうんーどうでしょうかねその正代はねなんかこうムラがあるんですねその見てたら勝つ時なんか圧倒的に強い勝ち方する時もあればあっさり負ける時もあるんでえそのあっさり負けるいうところがこうちょっとそこまでこう解消されてですねこう負けるにしてもこう粘ってギリギリ こう仕方なく負けたみたいな感じであともう何でも,もう最低こう10勝はするっていうようなことになってくるとだんだんとこう上を目指していけるのかなと思ったりはこうしますよね。で貴景勝はね貴景勝はこう押し相撲ですけどもその怪我ですね先場所ちょっと怪我ががどこまで復活してんのかなというところですね今回角番なんでねえ最低勝ち越し。 をこうしてもらって一旦大関がこう安泰な状態に戻していくと怪我をえしっかりこうねえ戻していただきたいというところですね。ほんでまあ白鵬と照ノ富士はこう今場所もまたこう戦っていってえどうなるかとで白鵬はちゃんと全試合というかその出場してですねその戦ってほしいですね。 で先場所はねもう15連勝完全なもう勝ちで、えー、誰も何も文句言えない勝ち方で優勝したんでですね、えー、今場所どうなるかとで照ノ富士とやってどうかとで照ノ富士も結構膝とかも怪我してるんで、えー、本人がねもうどこまでそんなに長くこう相撲人生が長くないっていうことでこう自分で言っておられますけども、えー、頑張ってほしいというか。その そう言わずにね、えー、頑張ってもらったらこう嬉しいなと思いますそして今場所返り咲いたが小結ね逸ノ城ですね、えー、逸ノ城が返り咲いているんでですねこの小結びになって勝ち越してまた上を目指して、えー、大関の方向へこう逸ノ城を向かっていったら面白いなと思います。うん 一ノ城はもうカラーはでかいんでねこれはもう言わずもがなねカラーはでかいんでんいいんですけどもともとだから関脇とかまで行ってたんでね、えー、ずっと下がってた時がこうあったんですけども多分それなりにこうちゃんとやっていけば実力はあって大関はまいける、えー、実力はあるでしょうからね、えー、登っていってもらいたい。あととはもううちょっとこう なんかわかんないですけど僕の素人目から見るともうちょっとこう絞るというかねこううんもうちょっとウェイト落とした方が逆にいいんかなと思ったまあ巨体ですけどもえー、うんもうちょっとそうですね、うん、絞っていってこうシャープにしていった方が、えー、大きくてもやっぱシャープにしていった方がいいかなというふうに思ったりはこうしますね。うん まああといろいろこう御嶽海がこう勝ち越すんだけれどもなかなかこう大関を狙えるところまでいくとそこでこう2桁勝てなかったりとかそういうことをこう繰り返してるんでね御嶽海はある程度の実力があるんだけど大関を狙えるところで止まってるというところなんでね、えー、どこまで伸ばせるかなと。えー 御嶽28歳なんで、ねえー、頑張ってもらいたいなと思いますそして明生が先場所勝ち越したんでですね、えー、関脇、次は大関目指すというところでどこまで実力をつけるかというところですねで玉鷲が36歳で、えー、また勝ち越して、えー、前頭4枚目までこう上がっているということでね、えー、この辺もなかなかすごいですよね。 玉玉橋橋鉄人玉ですか,なんかずっと連続でこう、えー、場所出てるんですよね玉橋ねでその辺がこうどうなんかなと思ったりこうあとまあまあ石浦とかその裏とかねもともと小兵やったんですけ裏なんかだいぶでかくなってきてですね、えー、上にこう上がってきてるんでこのあとこう、えー、これからどう勝ち越しを重ねていけるかどうかっていうところでしょうね。うん 石浦も、えーまあ、筋肉マンですよね、筋肉すごいんですけども、えー、ここからどうなるかなというところですよね。うん、まあ、いろいろもうこれ楽しみなんですよ。これ、12日やったかな、えー、日曜日が、えー、水木金土日、12日ですね、12日の日曜日から、えー、第2、えー、日曜日から、 え初初日がこう始まるということでえ楽しみですね。僕はあの大相撲ダイジェストとしてですね BSNHK でこう録画してこう見ると夜中にやってるんですそれを録画して次の日にこう見るとどっか時間を作って見るようにこうしてます。それでこう前,、えー、前頭以上は全場所見れるんでこう見てるかなというところですね、うん、やっぱ全場所見ていくとだいぶこう頭に入るというか、うん、面白いですね。 まあ大も面白いですだから今年だからオリンピックがまあ面白くてですね、ほんで、高校野球があって、今、パラリンピックがあって、ですねパラリンピックもこうえ見ていると、競技として普通に楽しめるというところと、あの状態でこう世界レベル戦ってるそのえ試合を見ると、目の当たりにそれを見ると、ですねすごくこう、すごいなと思う、尊敬というかね、そういう気持ちにしかならんというところ。 えー、僕は今回こうパラリンピックでこう面白いなと思って見てたのがです、ねえー、車椅子ラグビーですね車椅子ラグビーがかなりこう面白いなと思って見ていました、うん、で僕が見ているこう逆,逆転人生かな NHK の逆転人生でこう車椅子ラグビーの人の話がこうちょっとやっててそれを見ててあ面白そうやなと思って見てですねで3位決定戦のね、えー、オーストラリアと日本のね試合は 全部しっかり見ました、ね、やっぱこう面白いですねああいうのはねなんかちょっとこうライブで見て面白いぐらいこう感じますねまあ、えー、チケットが高かったらなかなか見れないんですけども、うん、ライブで見たいですねなんかあの迫力をこう目の前で見てですね自分がどう感じるかっていうのをね、えー、見てみたいなというふうにこう思ったりします、うん、でオーストラリアのあのなんかこう えー、鉄人というかなんかすごいナンバーワンプレイヤーのねあの人の迫力なんかもすごいですよね、うん、見てて、うん、まあすごいっすね、うん、でまああのー、車椅子ラグビーでこうちょっと休憩してはる時にこう、えー、マッサージをしてる人がいたんですねセラピストかなマッサージしてる人が見てあ ああいう関わり方もあるんやなと思ってこうセラピストとしてねああいう関わり方をすることもできるんだなと思ってこう見てましたまあ自分にこうなかなかそんな縁はないでしょうけどもあれはあれでこう素敵なね関わり方やなと思ってこうちょっと見てていいなっていう感じはこうしてましたねで高校野球はねえやっぱりこうまあ智弁和歌山優勝してねえ中谷監督おめでとうございますとこう プロ野球から、ね、高校野球の監督に移ってです、ねえー、日本一になったということで素晴らしいなと思ってるんですけども、えー、我らが、ね、滋賀県の近江高校が、ね、ベスト4まで行って、えーまあ、優勝した智弁和歌山に負けたんでそれは仕方ないなというところなんですけども、えー、大阪桐蔭に勝ったということで非常にあの時はびっくりしたしちょっとプラス感動したぐらいの、ねえー、状態だったんですごかったですね。うん、ちょっとビール飲みます やっぱり高校野球夏見るのは面白いですね。で特にその自分のこう応援している、まあ僕で言うと滋賀県なんですけども、滋賀県、えー、応援している高校がずっと勝ち進んでいくとですね、非常にその期間面白いですね。えー、明日だ、第2試合や第3試合にやる,やるんや、第4試合にやるんや、まあ第4試合、近江高校は第4試合が多かったですけども、あの第4試合にやるんやなと思って、それを楽しみにこう見,見れると。 で、えー、お客さんの予約が入ったらそれはそれでこう嬉しいしどっちにしろこううれ、ん、しい状態でほんで見れ,見れるときはこうしっかり見てっていう形でこうね非常にこう夏、楽しめましたね、えー、オリンピックもねこういろいろ楽しめましたし、えー、で高校野球楽しめてでパラリンピックを今、楽しんで,んで車椅子テニスでもねこうずっと見ててねこうすごいこうすごいですよね世界レベルでやってるよねやっぱすごいですよね。うん でえー、12日からは、えー、大相撲が今ずっと僕適当に喋ってましたけども大相撲が始まるということで非常にこのこ面白い流れがこうすごい続いてるということでねうーんまあね これはねまたほんで僕のお客さんでね相撲好きな人がおられてですねその人とまた話したいなと思ってるんです、まあ、9月は9月はまあ多分来てくれ一1か月に1回ぐらい来てくれてはるんでえまた相撲の話したいなと豊昇龍のことを知ってはるかどうかわかんないですけども豊昇龍がこう注目ですよということをこう伝えたいなというふうにこう思ったりしてますねね、うん、まあ阪神がねちょっとね。 こう僕、阪神ファンなんですけども3位に今転落して今、今日中日とやってますけどもねえどうなるだろうというところでまあまあ,あのクライマックスシリーズがあるのかどうか今年あるんですかねあるんであれば一応3位までには阪神も残るでしょうからねえやっていけるんですよできればね優勝してですねえ有利な感じでこう戦って日本シリーズまで進んでいってほしいなと。 思ってます阪神に関してはねせっかくのチャンスなんでちゃんと優勝をしてですね、えー、日本シリーズに行って、えー、どこが勝つかわからないパ・リーグどこが勝つかわからないですけども、えー、日本一なれなってくれたらねまたそれはそれで面白いと今年一年こうまあいろいろ大変でしたけどもそのスポーツ観戦としては、ね、面白いかなと。オリンピック高校野球 パラリンピックで大相撲が年6回あってで野球が阪神が優勝するみたいなことがあるとねまた面白いかなというふうにこう思ったりしてます。やっぱスポーツはその国レベルでやってるやつを見るのはものすごい面白いですね僕は。そのスポーツにそこまで詳しくないですけどもやっぱり面白いなと思うんでこれからも見ていきたいし見てこう興味を増やしていきたいなと。 いうふうにはこう感じてるなというところですね。うん、ということでまあまあ今日は、うん、ちょっと大相撲をもっと大相撲しゃべりたいですけども、うん、結構ねその大相撲ダイジェストを見てるとねこう、えー、前頭一番下からいきますよねほんで重量のせあのー、相撲取りも出てきたりするんですけどもそっから見れるんでねなかなか面白いですね。だからあ このセクトリウム結構連勝してるなって下の方でも連勝してるなっていうのが頭に入ったりするかねで途中からやっぱりねこう7連勝ぐらいしてそこから負けたりこうしてくるんですけども、えー、非常にこう面白いなっていうふうに思いますね、うん、ということで今日はこの辺で終わりにしてあとはこうなんか適当にこうドラマなり、えー、バラエティーなり見ていきたいと思いますということで以上ですどうもありがとうございます。